ブラバ島はカーボベルでソタベント諸島に属する島。1540年代に植民が始まり、1675年の保護山の噴火によって保護島からの避難民が定住した。長く捕鯨を制御としてきたが、現在は農業が主である。中心の町はビラノバ・シントラ。島北部にあるフルナ村には貿易港がある。 ブラバの一沖合に浮かぶ無人島セコスとロンボ。ビラノバシントラの一部となっている。ブラバ島とセコスロンボの二つの無人島の地図。事実上、島全体が清掃火山である。フォゴ山の風下にある。ブラバには歴史上記録された噴火がないが、若い火山構造であり、事実上、将来の噴火を。 潜在的に示す地震が未だ起こっている。山頂の北には5つの村がある。4つの主要道が、山頂のわずかに南側を通り、フルナ、ビラノバシントラ、ファジャデアクアを通る。ノバシントラドモンテー、南へ向かう。ブラバ島の北にある2つの島は、無人島である。山野は、南部、東部、西部を占める。北には、谷は、わずかしかない。 貿易風の一軍が幸運をもたらす。島は風下の雲で覆われ、水分の蒸発が減る。植生はさらに豊富である。ブラバ島は1462年、ポルトガル人によって発見された。その後、1573年に最初の定住地が作られた。奴隷貿易が普通に行われていたが、マデーラ諸島や、 北ポルトガルのミーニョからやってきた者たちは、長く、これに関わらなかった。1680年、フォゴ山の噴火で住民がブラバへ逃れてきた。溶岩が流れ始め、島は荒廃した。17世紀から18世紀、海賊らが、ブラバの湾へ侵入し、捕鯨のために、ヨーロッパや北米の船がやってくるようになるまで、襲撃を続けた。ブラバ島民が捕鯨船の船乗りとなるため、 アメリカ東海岸へ移住していった。ブラバ出身者の多くは、ボストンやプロビデンス、ニューベッドフォードへ定住した。最も有名なブラバの出身者である音楽家の、エウゲニオ・タバレスは、伝統楽器のモルナを用い、カーボベルでクレオール語で曲を書いた。ビラノバ・シントラの広場には、美しい庭園と、手入れされた樹木に囲まれて、タバレスの像が立っている。フルなブラバは、 カーボベルデでも人口の少ない島の一つである。他国へのデイミンが多いために、この数年間現象が続いている。島の主要産業は、灌漑に関係した農業と、漁業である。北米に住む旧ブラバ島民からの送金が、島民の家計を支えている。交通手段としての航空路線は2004年に廃止された。 ブラバの観光はゆっくりと沸騰している。島は観光に適した砂浜がない。切り立った海岸線にはわずかな砂浜しかないからである。島全体で基礎自治体ブラバを構成する。ありがとうございます。